メルセデスベンツ日本は5月29日、ラグジュアリー SUV、EQSSUV を発表し、本日から納車を開始した。EQSSUV はメルセデスにとって、初の電気自動車専用プラットフォームを使った初の SUV モデルで、価格は1542万円から、 メルセデス・ベンツ日本株式会社の上野金太郎社長メルセデス・ベンツ日本株式会社の上野金太郎社長はメルセデスにとって世界初となる電気自動車専門販売店であるメルセデス EQ 横浜にて EQSSUV の発表会を開催した EQSSUV の特徴は メルセデスの SUV として初めて電気自動車専用プラットフォームを採用し、大容量のリチウムイオンバッテリーと高効率モーターを搭載、空気抵抗に優れる先進的なスタイルと、大人7人が快適に過ごせるパッケージングを両立させた。最大航続可能距離は5 9 3トル EQS454 Matic SUV WLTC モードとなっている。メルセデスによれば EQSSUV はメルセデスが長年培ってきたラグジュアリーと快適性を備えたモデルで振動や騒音についても徹底して対策を行っている。またヘパフィルターを採用した空気清浄システムによって 室内の空気はクリーンに保たれるという EQSSUV 装備面でもフラッグシップにふさわしい内容でインテリアには先進的なムブハイパースクリーンを採用 EQS454 マティック SUV にオプション設定 EQS584 マティック SUV スポーツに標準装備これは コックピットディスプレイとメディアディスプレイ、それに助手席ディスプレイを一つに融合することで、コックピットエリアに映像の世界を作り出すもの、ユーザー識別に生体認証、音声や指紋認証を取り入れるなど最先端の内容となっている、e。EQSSUV は前後アクスルに強力かつ効率的な電動パワートレインを搭載。 EQS454 マティック SUV の最高出力は360馬力最大トルクは 800NMEQS584 マティック SUV スポーツの最高出力は544馬力最大トルクは 858NM 後続可能距離は EQS454 マティック SUV が 5、e、9 3トル EQS 584 Matic SUV スポーツが5 8 9トルとなっている。サポート面としてはユーザーの安心感を高めるための EV カーライフと充電サービスメルセデスミーチャージを用意。一般的な新車保証に加えて駆動用バッテリーは 10年または25万 km 以内でサービス工場の診断機により高電圧バッテリー。残容量が70%に満たないと診断された場合に保証される。また、申し込みから1年間については、全国約2万機の定型充電器が無料で利用可能となっている。